皆さんこっちです。人生のルールだ。ゆるゆるだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターシャトル輸送機の続きになります。前回の動画でこちらのヘリコプタートランスポーターを組み立てました。個人的に言えばシャトル輸送機がそのまま小さくなったと言ってもいいです。はい、今回の動画ではこちらのキャンピングカーに組み替えます。はい、シャトル輸送機とヘリコプタートランスポーターの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは組み立てます。完成、キャンピングカーでーす。はい、今回のキャンピングカーはトレーラー式になってます。僕の思うキャンピングカーは一体化してるやつなんですけど、今回こちらはトレーラー型になってます。はい、全体はこんな感じです。では一回車の部分から見ましょう。はい、これが先頭の車部分です。全体はこのようになってます。シャトル輸送機とヘリコプター輸送機と全然色違いますね。3つともメインカラーが違うっていうのが結構すごいです。側面はこのようになっていて、後ろ側はこのようになってます。で、後ろのここにピンがあります。このピンを使ってこの後ろの荷台部分を接続します。はい、次は荷台部分です。全体はこのようになってます。荷台の部分の作りは結構シンプルなんですけど、パーツ密度が結構高いです。このクリアパーツが窓で、これがドアになってます。これすごいな。後ろの部分はこのようになってます。このキャンピングカーにはタイヤがついてますので、転がし走行で遊べれて、トレーラーのこの部分がこのように稼働して、でさらにここの根元で稼働します。では次は大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。まあ、このレゴクリエイターは基本的にミニフィグサイズじゃないので、なんかミニフィグがあることによって、このキャンピングカーの車が二人乗りの軽に見えます。まあ、後ろの荷台部分に関しては完全に寝ることしかできないですね。まあ、スケールが全然違うので。はい、レゴクリエイターシャトル輸送機のキャンピングカーはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターシャトル輸送機のキャンピングカーを組み立てました。キャンピングカーが思ってたより小さかったんで、迫力とボリュームには欠けたんですけど、小さいパーツが結構使われていて、キャンピングカーの荷台の部分の窓やドアの造形がされていて結構良かったです。レゴクリエイターシャトル輸送機3つ組んだんですけど、個人的に良かったのは最初に作れるシャトル輸送機です。結局シャトル輸送機もヘリコプター輸送機もキャンピングカーも思ってたより小さかったんですけど、シャトル輸送機のスペースシャトルがめちゃくちゃクオリティが高くて良かったです。これは去年神戸のコストコで買って、確かアマゾンでこれ3000円切ったか3400円ぐらいで売ってました。気になった方はぜひ組み立てて遊んでみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ